多くの人はですね、自分の中でもう一人こう監督みたいな人がいるんですね。常に自分の行動を監視していて、それを良かった悪かった、もっとこうするべきだ、ああするべきだ、こう監視しているもう一人の自分がいるものだと思うんですよね。で、その監視があるからプレーが良くなればいいんですが、多くの場合ですね、その誰かに、自分の中なんですけど、そのもう一人の自分に、ビビってしまって、逆に緊張してうまくプレーができないっていうケースが本当に多いんですよね。で、僕自身もですね、ある時それに気づいていろいろ試してみたんですが、やっぱり、周りの状況に対して自分が緊張してる、ビビっているっていうこともありますが、自分が自分に対してビビっているっていう部分もすごくあるんですよね。で、僕自身がそれに気づいた後に、実践していることは、ちょっとこれ変な話で、シェアするのもお恥ずかしいところもあるんですが、こう例えばですね、サーブを打つ前に自分に話しかけるわけですよね。で、その話しかける言葉っていうのが、普段はですね、例えば、絶対に入れろよとか、絶対にここは入れていこうとか、絶対ミスするなと、でそういった言葉を無意識のうちにかけてたんですよね。で、そのことに気づいてから、なんか逆にこう自分を、認めてあげる、自分に優しくしてあげる、でどんな結果になっても自分を、受け入れてあげる、そういった言葉をかけるようになったんですよね。